玉木智隆は東京都江戸川区出身の元プロ野球選手、コーチ。2011年から広島東洋カープのコーチを務めている。習得校では同期に高橋久典がいた。1年秋から4番、遊撃手を任され、3年春に腰を痛めて、フォームの修正に時間がかかったものの夏の東、東京大会では準決勝で同点2点タイムリーを放つなど、 チームの夏の甲子園出場に貢献。本大会では、育英との準々決勝で公式戦9本目となる、本塁打を打っている。大型遊撃手として評価されて、同年のドラフトで広島東洋カープに3位で指名を受け、契約金と年俸それぞれ5000万円、480万円で入団した。1999年に初の一軍出場を果たすが、 結果を残せず2000年オフに自由契約となり、オリックスブルーウェーブに入団した。2002年には、自己最多の49試合に出場し、規定打席には到達していないものの打率、302の成績を残した。試合終盤、ダイソーや、内野の守備固めでの出場が多い中、シーズン得点6とダイソーの役割を全うする。また、失策例と鉄壁な守りで、 チームの勝利に貢献した。2004年9月27日、オリックスブルーウェーブとしての最後の試合で9番サードでスタメン出場する。またその試合、終盤ファーストに守備変更、9回表にし、大阪近鉄バファローズ、星野治が放った、セカンドゴロを4から3と受け取り、オリックスブルーウェーブとして最後の視察を記録する。 2005年の球団合併による選手分配ドラフトではオリックスバファローズに振り分けられ、引き続きオリックスと契約。同年オフに戦力外通告を受け、現役を引退した。引退後は広島に戻り、スコアラーを務めていた。2011年に同球団の2軍守備、ソウルイコーチに就任した。RCC 広島カープ携帯サイトで、コラム。 玉城きともたかのスコアブックを更新していた。シーズンオフでも更新頻度は高かった。2014年10月29日、2015年度のコーチングスタッフが決定され、一軍守備、総類コーチに就任することが決まった。2018年からは東京ヤクルトスワローズに移籍した川田雄介に代わり三類コーチを務める。2019年11月8日、 山田和俊二軍内野守備、総類コーチと入れ替わる形で一軍から二軍への移動が発表された。2020年2月22日に NHKBS1 で放送された、玉次ンプロ野球が100倍楽しくなるキーワードたちからノックに出演し、ノック技術をわかりやすく視聴者に伝えている。2020年11月19日、2021年度のコーチングスタッフが発表され、 3年ぶりに一軍守備、総類コーチに就任することが決まった。プロスポーツ賞は50年会の会長としても活動している。ありがとうございます。